こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。なんでしょう、ね。今日はちょっといつもと場所が違うんです。うん。ここ、うん、マーボーの部屋。なんで持ってんの合鍵。まさか。ちょっと理由をつけて借りたんだけど。じゃあそんな感じじゃない。オッケー。まあ、そういえばあれ、あの家に置いてある企画で使うやつさ、もう明日通り行きたいからさ。明日夕方、うん、いやまあ夕方ぐらいでもいいし。いねえな。え、じゃあ、鍵落とすからさ。あ、じゃあ鍵ポスト入れといて。だからまあ適当に鍵入っちゃっていいわ。ああ、了解。今日は、うん、まあ、結局もドッキリ食らったじゃん。仕返しドッキリ、俺の、うん。やっぱあいつにもやらないと。ああ、乗らせていただきます。あいつにもやらないと、俺の気が済まない。ああ、やろうやろう。ということで、うん、マーボーには、うん、あいつが一番嫌いな心霊ドッキリです。で、いらっしゃるのね。特別ゲスト。幽霊さん。超怖い。超怖い。まあ、マーボーが帰ってきて、うんうん、幽霊さんに、うん、あいつこうカーテンないんですよ、あいつの家。あーカーテンないから窓の外に立っててもらおうかなと、うん、でもただそれだけでも多分相当ビビると思うな、うん、あ、正面漏らすんじゃないの、うん、多分下手したら全部出るかもしれないその可能性あるあるかもね、うん、そうで、ケッケのドッキリやった後、うん、話の流れは作ってるんですよ、うん、車の中で、うん、新しくできたマンション、うんうんうん、それでなんか買ったけどなんかいろいろ起きるからってすぐ出てっちゃったりとか。起きるんだ。そう、まあ怖い話っていうか、まあそういう話もしつつ、うん、でじゃあねって解散して帰ってくると、と、まあ、その時に登場でうんこ漏れるでしょ伏線回収がない、うん、うんこ漏らすよ、まあうんこ漏らせないにしろ何かしらやってくれる、うん、そうそうそうまあだから今日もそんな感じでやっていきたいと思います、うん、お願いします。レッツ心霊ドッキリ。もしもしイップス。てってれー冗談きつい大丈夫、漏らしてない冗談きついもう死んだかと思った死んだかと思ったいやいや、年功ですかね、これはエキストラ使うとかやってないまあまあこれが麻婆版の俺の仕返しドッキリです一応効力あるかもなよかった、偽物でよかった引っ越してきたばっかでいきなり出るのは無理だよ怖かった、やっぱめっちゃ怖いマジでめっちゃ怖い
チャンネル登録よろしくお願いします。